おめでとう。やあ。今日は君をわざわざ迎えに来てあげました。この人は？アマルベ先輩です。よろしく、美人ちゃん。僕、困らせるようなこと言ってないけど。そんなことはさておき、部活に行こう。そうなの？だったら、図書室で待ってるから。ほら、ホームルームするぞ。えい、これ。そして終わったら、山瀬は生徒指導室まで来ること。ゆうとくん。お疲れ。図書室行くんだよね。暇だったから読書だけど。読めるよ。読めなかったら読まないよ。おかしな子だな。じゃあ早速行こうか。僕の秘密の花園だよ。どうしたの？そんなに立ってないよ。君の手、温かいね。うん。
あの二人、何をしてるのかしら。え？人はあんまりいないよ。火の負の実。うん、ざっと10人くらいしか。そう？あ、チェ。はいはい。よしと、できた。ほら、着いたよ。ここだ。僕ら一人で開けなよ。まったく、お姫様なんだから。ほら、おいでよ。すごいでしょ。なーに。え、僕の小部屋。お、望遠鏡。遠くの銀河までくっきり見えるよ。僕のお気に入りは髪の毛座って言って、君さ、せっかく可愛いんだからもっと笑ってよ。あ、赤くなった。聞き慣れてないんだ、可愛いって。ほんと、可愛いね。なんで。可愛いと思ってるのは本心なんだからいいじゃない。ちょっと待った。今変えられると僕は非常に困るんです。可愛い相手に可愛いっていうのはダメなの？何？なんで君以外にそんなこと言わなきゃならないのさ。そんな無意味なことしないよ。帰らないって約束するなら。うん、じゃあ早速中へどうぞ。
どうしたの？え？ゼロ年。出来たてほやほや。なんだって僕が作ったからね。言ったかもね。うん、作ってもらった。どうして？思ったんだけど、君って変わった子だよね。どうしてそんなにこの部屋が気になるの？暇だな、飽きちゃった。あ、そうだ、君の話でも聞けばいいんだよね。さあ、突撃お悩み相談コーナー。うん、じゃあ入部しよっか。だって知りたいんでしょ。1名様ご案内。じゃあ入部用紙に。まあまあ、順序よく行こうよ。何事にも段階ってもんがあるでしょう。天文部って名前だけで何をするかわからないんだ。じゃあ夜まで待とうね。だって天文部だよ。望遠鏡完備だよ。夜にならなきゃ意味がないじゃない。どんな？帰ってご飯作りとか掃除とか洗濯とか。わあ、偉いね。うん、でも褒めるだけで何もあげないけど。活動ね、あるにはあるけど、君の求めるものとはだいぶ違うよ。それに準備もいるし。違うよ。何？うん、いつでも待っております。どうぞ。君はこの天文部に入らなきゃならない、そういう人だから。だから僕は誘ったんだよ。多少強引にでも。この場に来てもらわないと始まらないから。とにかく君はもう天文部員なんだ。君がここで何をするのも自由。遠慮なく困ったことがあったらどうぞいらっしゃい。いらっしゃい。
じゃあまたね。それじゃ困るのよね、主人にバレたら。望んだのはあなたですよ。俺はあなたを満たしてあげただけだ。おかえり。いとこの子です。じゃあこちらとこちらいただくわ。ありがとうございます。じゃあ先ほどのお話考えておいてね。熟慮させていただきます。じゃあね、今日かわいいお嬢さんもさようなら。さて、夕飯は何が食べたい？あの人はお客さんだよ。それより夕飯は何が食べたい？了解です。じゃあその間お店頼める？そろそろお店閉めよう。こんばんは。君に会いに。ねえ、今日は遊べるよね？それでもいいよ。いつの休みならいいの？あれ、昨日の子だ。こんばんは。本格的に嫌われてるみたいだね。いつなら暇なの？遊ぶ約束？でも簡単に約束するのはダメだよ。この子のお母さんにでも一言断らないと。
それなら平気だよ。お母さんなんてうちにいないから。遊びたいんだ、一緒に。君が決めればいいと思うよ。きちんとこの子を見られるなら。じゃあ、いいんじゃないかな。来たらチャイムを鳴らすよ。それでもいい？わかった。伝えておく。だよ。うん、よろしくね。じゃあまたね。俺ちょっとあの子を見送ってくるね。駅前は人通りも車の通りも多くて危ないから。じゃあ行ってきます。で、商店街のおじさんおばさんに調理器具のお兄ちゃんって呼ばれて。笑わないでよ。もうまだ笑ってる。あ、うん、駅前まではね。改札前で誰かを待ってるみたいだったから。気にしないで、それくらい。恥ずかしいこと？ネクタイを使ってどうしたの？ねえ。ネクタイを使った恥ずかしいことって何？どうしようかな。
それでどうして俺に言えないの？そっか、大人の階段をミサイルで飛び越えちゃったんだね。君が嫌だって言うならしょうがないね。ごめんね、意地悪して。そういえばさ、今日泊まっていってもいい？落ち着いて。いや、君がそんなに嫌がるならいいけど。え、どうして？やっぱり迷惑？迷惑なら無理にとは言わないけど。帰るの面倒になっちゃった。もしかして俺が男だから躊躇してる？安心して、君は俺のストライクゾーンから大きく外れてるから。それに君のタイプだって俺じゃないでしょ。あ、いるんだね。どんなタイプが好み？さて、君が遠い世界に旅立ったところで、俺は洗い物でもしようかな。